日韓関係は改善へと動いていくのでしょうか。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日韓通貨スワップを結びたすぎる隣国、叶うはずもなく絶望へをお送りします。日本は通貨スワップの再開と輸出規制の撤廃をしなさい。現在日韓の関係は凍りついています。そのことについて隣国のメディアは、極限まで悪化した両国関係を改善し未来を明るくするためには通貨スワップの再開と輸出規制の撤廃が必要だと報じました。今回はそんな報道内容と日韓の人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。我が国と日本の財界幹部は、両国の首脳会談が早期に行われて初めて経済交流の活性化への道が開ける、そして良好で安定した関係構築が可能になるとの考えで一致した。全国経済人連合会のホ・チャンス会長は、両国の首脳会談が早く開かれ、輸出規制の廃止、通貨スワップ契約再開、我が国の CPTPP 加入などの懸案事項が一度に解決されなければならない。両国の通貨スワップは2015年を最後に中断され、その後関係悪化に伴い再開されていないのが問題だ。この両国の財界会議が未来志向的両国関係を開く突破口になることを期待すると熱弁した。徳良経団連会長も、日本経済界は両国首脳と政府高官同士の対話が早期に再開されることを強く期待する。両国間の経済交流と人的交流は、政治と外交の両側面で良好で安定した関係構築が行われてこそ可能だからだ。深刻化するグローバル競争の中で生き残っていくには、今後も両国企業が切磋琢磨しながら享受していくことが必要だ。持続可能な経済社会を構築するために、両国はエネルギー問題、安全保障、少子化、高齢化のような共通した課題の解決を目指し、多角的に協力し合わなければならない。日本と彼ら、1965年の国交正常化以後、政治、経済、社会、文化など、あらゆる分野で協力し、共に成長し、発展を成し遂げてきた。両国は互いになくてはならないパートナー国家だが、最近数年間、著しい関係悪化に直面した。グローバル経済の中でさらなる成長を遂げるためにも、一日も早く、両国が以前の良好な関係を取り戻し、相互交流が深まることを期待する、と述べた。以上が報道内容です。日本の徳良経団連会長が、日韓関係の改善に向けた発言をしたことが、あちらの国では大々的に報道をされているようです。これは日本からの協力を取り付けられるかもしれないという期待から来ているようです。しかし、国民たちは日本と協力することについては、あまりポジティブに捉えていません。こうした状況には、日韓から多くの声が寄せられましたので、ご紹介します。隣国の反応。我々に何の得もない通貨スワップの話を、なぜ日本とするのか、その理由を教えてもらいたい。日本は国債による借金が1200兆円を超えて、さらに激増しつつある。日本経済のクラッシュはもう間もなくだ。その時我が国にどんな大惨事が起こるか分かっているのか？現政権は本当に危険な判断をするんだな。通貨スワップなど契約したら、我が国は日本に自らの首輪を握らせることになるよ。延長するたびにどんな屈辱的な要求をしてくるかも考えてみる必要がある。スワップすれば我が国の方が得になるのは間違いない。一応円は純基軸通貨なんだから。半導体で食べている国に半導体部品の輸出規制をして潰そうとしたのを忘れたのか？日本は一切信用できない。再び日本と屈辱的な経済関係を再開しようとするのか？ユン大統領は売国行為を今すぐやめろ。日本が滅びるとあれほど貶めていたのに、結局は通貨スワップを結んでほしいと土下座してお願いするつもりなのか？少しは恥を知れ。大統領が無能だから経済人まで無能なことをするんだな。日本が先に輸出規制を始めて喧嘩を売ってきたのに、通貨スワップなんか必要か？円は散り紙になっていくのにさ。どうしてしきりに自分の方からお願いするのか。じっとしていれば日本はどんどん落ちぶれていくから、そのうち自動的にあっちが這い寄ってくるというのに、一体どんな意図なのか気になるよ。日本のことを遠ざけるほど国益になるんだ。
自国の潰れそうな中小企業を中長期的に成長させることに集中すると思ってた。政府は歴史問題と経済的な部分を一つのテーブルに置いて、早くも日本に頭を下げて交渉しだした。無能の極致だ。日本の反応。輸出規制の廃止と通貨スワップ契約、この両方とも日本には何のメリットもない。そもそも以前締結していた通貨スワップは、アメリカに通貨スワップを断られた彼らが泣きついて締結したスワップだ。そして今、アメリカに為替スワップを延長してもらえなかった彼らにとっては、日本との通貨スワップの再開が国の政治を分けるくらい重要なんだ。でも日本は締結なんて絶対しないけどね。彼らに多額の貸し付けをしているみずほ銀行や、深く関わってしまっている数多の日本企業は日韓関係の改善に動いている。経団連はその中核だから、当然前向きに協議をしようとしている。ただスワップを再開しろとか、輸出管理を緩めろとかっていうのは隣国の方だけ。日本の経団連は首脳会談をやった方がいいねぐらいのことしか言ってない。その温度感の違いを彼らは分かっていないんだろうね。経済界のお偉いさんたちがスワップを締結してくれないと国が死んじゃうってしがみついて土下座してきたね。態度はかなり上から目線だけど、実質はそういうことでしょう。それなのに国民は、ムン前大統領がやってきた反日扇動のせいで、未だに日本のことは全否定する洗脳が解けないまま。いずれにしても、新規にスワップ契約を結ぶなら、日本の国会の承認が必要となる。年単位の協議だから、都合よく今助けてとか無理だ。彼らの国が消滅するまでには間に合わないだろうね。彼らは外貨準備高を約100億ドル、1兆3000億円近く減らしたらしい。これは温安を抑えるため、為替防衛に使ったため。実は彼らの外貨準備高は、いざという時に使える額が非常に少ない。わけのわからない有価証券が 92% もあり、使えるのは米国債の約1200億ドルだけ。しかし米国債を大量に売ると、米国は黙っていない。だからドル調達のためには、日本とのスワップ以外に手はないんだろうね。日本では通貨スワップなんて話にも出ていない状況。ところが彼らの国の経済界は、年中スワップスワップと求めてくる。そのくせ国民は、日本とスワップを結んだら自分たちの国が大損すると大合唱。1円の損も我慢できない国民性プラス反日なのに、上層部がわざわざ日本にスワップを頼みに来る意味をちょっとは考えてみたら。彼らが1997年に国家破産になったのは、日本が助けるのが遅かったからだと言って今も謝罪を要求している。日本は莫大なお金を出して彼らを助けたのに、それが遅かったから謝罪して金払えというのが典型的な彼らの発想なんだ。もういい加減、日本を敵視する有害なたかり詐欺国家とは国交断絶し、絶縁しよう。彼ら自身も言ってるように、両国にとって必要ないスワップはやらなくていい。彼らにとって必要でもやる必要なし。アメリカに頼んでアメリカとやってもらったらいい。やってくれないと思うけどね。日韓はお互いのために関わらない方がいいよ。彼らのためにと思ってやったことも、韓国人の逆恨みに合うのだから、初めから関わらないのが日本のため。あれだけ徹底した反日やってノージャパンとか言ってたんだし、スワップなんて話が出ること自体おかしいことだと思う。日本は同盟国でもないし、友好国ですらないんだもの。日本とのスワップが終了するときに、K国が何と言ったのか覚えているよ。日本がどうしても続けたいと頭を下げるのならば、やってあげてもいいと言ったんだぞ。誰のお願いでスワップを締結したと思っているんだろう。円とウォンでは国際的な信用が天と地ほどの差があるのに信じないんだからな。福島の処理水の海洋放出も、彼らの国の科学機関が問題なしと結論出してるのに信じないしね。基本条約を踏み倒しておいて、それには一切触れず、彼ら側に都合の悪い懸案を一気に解決。何を言ってるのか意味がわからない。上から目線でおねだりしてるのか。厚顔無恥も甚だしいね。岸田さんはちゃんと答えはノーだ、土下座しても許してやらないと言って追い返してくれ。安倍さんがご健在だったら間違いなくその方向だったろうに。下手に妥協すれば岸田政権もピンチになる。彼らは日本企業を戦犯扱いしています。そして未だにノージャパンの不買運動を一部で続けています。
日本がホワイト国から除外した理由の輸出管理体制についても改善の兆しがありません。そのような中で再び両国の関係を良くしていこうというのは虫が良すぎる話です。経団連は日韓の首脳会談の実現について動こうとしているようですが、それは日本国民の感情が許さないでしょう。まずはあちら側が抱えている問題の解決が先のはずです。それがないのに関係改善へ動こうというのであれば、現在の政権の支持率も落ちていってしまうはずです。そうしたことも踏まえて、日本政府には断固たる対応をお願いしたいものですね。あなたはこうした日韓関係改善の動きについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。